時刻は8時14分です。おはよう前橋からお送りしております。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香と小山じじいです。どうぞよろしくお願いします。さあ小山ちゃん、はい、今日は28度まで上がります。あ、そうですか。うーん、夏ってね、ね一番恐ろしいと思ってるくせに28度いく気をつけてね。やだわやだわ、うん、そんなに上がっちゃうね。いきなしここ最近ね、もしかしたら最も高くなりそうな予感がします。予感がしますか。28度。なんか、うん、先週だっけ、月曜日あたりにさ、うん、28度ぐらいまで前橋も上がりましたから、うん、あっち日やったね。そう、その時はね日中の最高気温の予想がもうちょっと低かったんです。うんうん、うん、ただ今回はもう日中の最高気温28って出てるので、じゃあそれを超える、超えてきますよ。うん、どうしよう30いっちゃったら。超えるもんなら超えてみろ男前、うん、待っててやるぜなのでいよいよ皆さんにね、こう、うん、熱中症対策お願いしますっていう時期が来ました。そうだね、もうそうだね、5月の連休、熱中症対策早めに早めに、うん、ただなんかゴールデンウィークっていつも夏って感じで暑かったけど、うん、今年はねなんかそうでもないかなーなんて ね思ってましたよね。天候がちょっとね、雨降っちゃったりね、いろいろだったけど、ただ後半にかけてぐっと来ましたよ、この毎年恒例のゴールデンウィークっていう感じの日が、ね、紫外線も強いんだよね。そうなんですよね、気をつけてほしいです ね皆さん日焼け止めなどね、はい、塗って、女性だけではなく、ね、男性の方も塗って、ただ朝晩はちょっとひんやりとしますので、そうなんですよ、脱ぎ着できる、今朝もね結構ひんやりしてたよ、寒かったですよ ね朝ね、ちょっとまだね、なのでちょっと脱げる格好、はい、着れる格好をするのがおすすめのコーディネートだと思います。いいですね、 TPO、はい、というわけで今日はね本当に行楽日和でございます。ぜひねゴールデンウィーク7日ね楽しんでください、はい、さあそれでは今日のメールのテーマいっちゃおう。今日のテーマ、平成最後に食べたもの、はい、令和最初に食べたもの、いいですね、は何ですか。古戦じいちゃんは、はい、何食べて終わって、何食べて始まったの、うん、終わったのがさ、そんな3日もね前だから火曜日でしょ、覚えてないでしょ、うん、それを思い出すのにね相当かかってね、だってずっと頭抱えて、うん、朝はねもうそうさ、だから朝は朝ごパンだから 朝食パン1枚なんだよ、パンパン、うん、朝ごパンね、6枚切りか5枚切りね、おどっちか1枚、これはどうやって分けるんですか。今日は6枚かな、いやかみさんがなんか適当にさ5枚買ってきたり6枚買ってきたり、だからその時によって違う、まあそうだよね、安売りのねやつがあるからね、多分そうだよ、絶対そうだと思う、どこの家庭も多分そうだと思う、ね、まあ、こだわりがねなければ、うん、で朝分かるんだよ。じゃあ令和の最初に食べたものはごパンだったんだね、朝ごパンだ、朝ごパンだったんだね、うん、おさっきね思い出したんだよ、何、だから昭和じゃない平成最後ね、それはだいぶ遡って、昭和最後に食ったものなんか覚えてるわけないご清聴思い出して、うん、超面白い、平成最後ね思い出した、多分これであろうっていうもの、何、あのね夜な夜なね結構つまみ食いしてるのね。あ、そうなんですか、うん、で私のね、お菓子が入った瓶があるのね、白子のりの瓶なんだけど、白子のりの瓶結構大きいやつね、その中にね必ず入ってるもんがある、うん、何ですか、うん、2種類ぐらい入ってるんだけど、はいはい、必ず入ってる一品がある。何何、柿の種、出たー柿の種、で多分柿の種食ったと思う最後に、これが最後、平成のご飯が、うん、ご飯じゃないけどさ食べ物か、うん、食べ物、うん、最後に食べたもんって言ったら柿の種、うん、聞いたことないですね、いるでしょちょっとねご飯食べた後の、うん、おつまみじゃないけど、うん、お菓子、お菓子ね、夜食寝る前までねなんかね食べてる、うだ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 。柿の種ってどういう風に食べます、これこだわれると思うんですけど、柿の種はもちろんいろいろ食べ方あるのさ、うん、どういう食べ方がおすすめなんですか、うん、で最後の寝る直前はね一粒食いだね、一粒食いってどういうこと、だから手にさグサってこうに、まあ、はい、ね、グサじゃないけど取るじゃん手で、はい、袋からガバって、うん、それでそれを一個ずつ食うのさ、ああそういうことね、うん、最初にはねあれだよ、買って取ったら、はい、一握りを全部食べちゃうっていう、あれ辛いじゃないですか、その辛いがいいんだよね、はあ、ダメだ、うん、
辛いのが好き。え、あの辛い方のてか柿の種ってどっちがどういうことなんですかね。ピーナッツじゃない方、辛い方。あ、言うの忘れてた。何、どうしたの。言うの忘れてた。何ですか。柿の種ね、じいちゃんはね、うん、ピーナッツが入ってるやつは買わないの。え、待って待って、そういうのがあるんですか。ある。昔なかったけどね。ピーナッツじゃないの、辛い方だけ。そうだよ、せんべいね、柿の種柿型のせ、はいはい、せんべいだけの方がある。売ってるの最近。へえ、昔あんまね見たことないっていうか知らなかった。知らなかった、うん、私はもうあのピーナッツが入ってて、ピーナッツ抜き。わあ、知らなかった。辛くないんですか、ピーナッツ入れないで。いや、その辛いのが好きなの。ああ、そうか、うん、ダメだ。そうだ、刺激が多すぎて頭はげちゃった多分そのせい。それで今日もお光になられてるってことなんですね。今日すげえ光ってるんだけど、うん、昨日買ってきたからさ、帽子、うん、ちょっとかぶってね。ほら、前ないでしょ、周りの毛がないね、確かに、うん、あ、買ってきたって、帽子を買ってきじゃなくてね、髪の毛をちゃんと刈り上げてきたってもね。何ヶ月ぶり、結構伸ばしちゃったって、ね、寒かったんだよね。うんうんうん、もう28度になるからね。4ヶ月ぐらい伸ばしちゃった。あら、今年入ってから一度も買ってないような気がするから。そうだったんですね、うん、よかった。そうな、昨日思い切ってね。というか、じゃあ小説話に戻っちゃうけど、うん、平成最後に食べたものは柿の種、柿の種。令和に最初に食べたものは朝ごパンだったってこと。食パン。じゃあちょっとみんなのメール行ってみましょう、はい、ラジオネーム、いちごの下手のすーちゃん。すーちゃん、令和最初に食べたものはコンビニのおにぎり、うん、お墓の観覧に来て近くのコンビニでおにぎりを買って食べたよと、うん、そして平成最後に食べたのは焼肉でしたと。あ、友達と雨の中テントを張ってなんとバーベキューをしたそうです。いいなー、ワイワイ楽しそう、うん、実はコセンちゃん、リスナーの皆さん、うん、平成最後の日に食べたものランキングっていうのがちゃんとありまして、うん、1位は何だったと思います。みんなさ、あの晩ご飯のメニューを言ってんでしょ。そうだよ、ほとんど、うん、だからそれ以降さ、柿の種なんて、それ以降になんか食べたりとかしてる人いないの。あ、寝るまでの感じ、寝るまでの、うん、それは入れてないのかな。それが最後。どうくくる、晩ご飯にくくる今更だけどいや、くくらないでいこう。最後に食べたもんね。でもとりあえずこの統計上なんですけど、うん、これは多分そのものですよね、食べ物、うんうん、ご飯系のもの、はい、1位なんだと思います。これ結構有名なんですよ、この話題。平成最後、うん、食べたもので第1位、うーん、そば。ブッブー。ブッブーなんだ、はい、もう何もわかんないなんかテレビでそば食ね、年越しじゃないけどさ食べてたね、うん、人いましたよね、そばって言ってる人いたから。そう、年を越す前にね、年越しそばを食べるっていう意味とかもあるからね、うん、そういうのをね。正解は1位はお寿司だそうです。へえ、なんで、なんでかって言いますと、平成が終わる区切りに記念になるものを食べたいとか、日本の特別な日は日本食がいいとか、なんかそういう理由あるんだ。そう、お祝いしたくて。だから回転寿司とかすごかったらしいですよ、外まで大行列で、なおかつゴールデンウィークも挟んだでしょ、で、あの子供の日ももうそろそろ来るでしょとか、いろいろですごかったみたいです。お寿司が大人気、ね、で第2位がすーちゃんが言ってた焼肉、焼肉なんですって、うん、やっぱりね、次の時代の活力になるとか、うん、賑やかに過ごしたいとか、うん、そういう思いで焼肉がね第2位に入っていました。うーん、続いてお寿司から、お寿司、焼肉、そしてラジオネーム高崎のパパさんは、平成最後に食べたものはザルうどん、うどん、やっぱうどん来ましたね、とフキノトウの天ぷら、お、いいね、おいしそう、大好き、フキノトウの天ぷら。で、翌日、令和最初に食べたものはタケノコご飯と、うん、玉ねぎとじゃがいものお味噌汁、うん、わらびのおひたし添え、いずれもパパの手料理を家族3人で食べられたことに感謝ですと。パパお料理好きってね、メールもいただいてましたもんね。玉ねぎとじゃがいもの味噌汁大好き。あーちゃんも大好き。でもかみさん、玉ねぎじゃねえ、じゃがいも嫌いだから、うん、なかなか作ってくんない。あ、そうなんですか、なんでじゃがいも嫌いな人この世にいるの。ほんまに好きだよねみたいね、この世にいるんだよ、この世にっていうか、すぐ身近にいるんだよ、うちの場合すぐお隣さんにいましたね、はい。で、やっぱあのおうどんもね人気で、あ、ベスト10に入ってましたよ、平成最後の食べ物で。なるほど、そば入ってないんだ。そばは入っ、あ、そばだ、人気だったのが、ごめんなさい。ラジオネーム、ハワイのママちゃん。ママちゃんは何なんだ。あっちゃん、こせんちゃん、おはかな、あから、お元気かしら。元気です。ママは元気だわ。
よかったです。ママは平成最後の日、我が家はカレーでした。あ、カレー。何も考えてなくてね、うん、令和初日は朝プロテインを食べて、ランチは友人4人でパスタランチでしたわ。ドライブしながら焼きまんじゅうも食べました。あとママいっぱい食べましたね。いろいろですね。ねえ、そう、あのこれママは平成最後の日カレー食べたって言ってましたけど、うん、話題になってるのが、うん、令和最初の日に、うん、カレーを食べるっていうのがね、うん、めちゃくちゃ話題になってまして、カレーの例にちょっと引っ掛けてる。そう、ピンポンピンポン、大正解です。これを食べた人が最も多かったみたいです。へ、ただどんなカレーを食べるかっていう方が特に話題になってて、今、まあ、外食でカレー屋さんいっぱいありますよね、うん、揚げてみるとココイチがあったりとか、うん、松屋さんがあったり、うん、吉野家さんだってカレー出しててね、あとはこうファーストフード店でもたくさんカレーが出てる、うん、だね。あとはコンビニのカレーライスもめちゃくちゃ美味しいと、うん、話題になってたり、 ある。あとはバーモントカレー、二段熟カレーとかある。そうそう、カレーはほんとすごいね。だから令和のカレーはどれにしようってみんな悩んだみたいですよ、ね、本場の人の店がすごい増えたよね。確かに、あーちゃんも大好き、なん、ね、なんかあってね、ね、本場の人、うんうんうん、本当に本場なんだかわかんないけど本場の人だよ、それっぽい感じのね。え、偽物わかんないけどさ本場の人ですよ、はい、ねえ、あそこ美味しい、あそこって私が言ってる人、ここの近くにもあるけどね。あ、前橋市にもあるんです。あ、そう、目と鼻の先にね。目と鼻の先に、うん、目と鼻の先だからこのぐらいのとこ約10センチぐらいだ、はい。そう、カレーがね、やっぱ令和ではね、人気だった、うん、ね、だからママもね、カレー食べたなんて言ってますからね。ママは令和に向けて食べたんでしょうか。カレーはねえ、さあ、その他にもですね、お便り行きましょう。はい、ラジオネーム、じゃじゃん、深谷から来ましたさんは、さん、平成最後の夕食はホイコーローと豚汁。ホイコーロー、うん、ホイコーロー、奥さん、いつも美味しいご飯をありがとうと、うん、朝にはマクドナルドに行きましたよと、令和最初にマック食べたさ。マックですか。そう、深谷の紅茶もね、息子さんもね、同じものを食べたよっていうね、朝マックね、メール、うん、いただきました。うん、今日はなんて書いてある？小泉ちゃん、今日観覧に来てくれてるんだよね。今日も行ったよ。あ、今日も行ったのね。マックね。マック好きね。朝マックね。ソーセージマフィンとかあるからね。朝と昼変わるからね。そう、マフィンはね、昼間ないもんね。そうですよね。そうだよね。朝だけだよね。うんうんうん。あとはね、いい、ラジオネームパパラッチョさん。パパラッチョさん。平成最後の日、令和最初の日を祖母の家でね、いとことかみんなで過ごしたんですって、うん、親戚のみんなで。そしたら親戚の方がなんと山梨県産のとっても高いね、うん、高級ワインをお土産に持ってきてくださって、うん、その高級ワインを飲んで、うん、だからそのおかげでね、平成最後の夜はね、とても気持ちよく過ごすことができましたと。いいですね、午前ちゃん、高級ワイン、うん、飲んでみたい、高級ワイン、ね、山梨の親戚欲しいよねあのワイン作りしてるね、親戚とかね。そっちですか。いいな。そっちですか。はい、そしてラジオネームペーアンさん。ペーアンさん。ゴールデンウィーク、カリフォルニアのディズニーリゾートを経て。ディズニーリゾート。カリフォルニアのディズニーリゾートから帰ってきたよ。帰ってきた。お帰りなさい。一週間ぶりのお計らになりますと。ねえ、ゴージャスなね、電気ですね。羨ましい、うん、で、日本にはないカーズランド、本当に最高でしたと。これも羨ましい。そして平成最後、ね、令和最初に食べたのは、うん、カリフォルニアの現地のピザ。ピザ絶対美味しいですよね。ねえ、ピザ屋さんがめちゃくちゃ多かったみたいで、うん、そうなんだ。ねえ、ピザイタリアのもんなのにね。でもアメリカってイメージはありますよ、あーちゃんは。もう、うん、そう、深夜1時までやってたのでね、そうなんだ、夜はねディズニーリゾートのお客さんで常ににぎわっていましたよと。アメリカでうまいピザ食って試しがね。え、そうなんですか。なんちって。憧れを壊さないでもうほんと人それぞれのね、食べたものがありましたね、うん、はい、後半でも皆さんのメールを読みしたいと思います。ぜひ皆さん送ってください。今日は令和最初に食べたもの、平成最後に食べたものでメールを送ってください。時刻は8時29分を回ります。この後は県内のニュースです。おはよう前橋から。
は8時47分を回ろうとしています。おはようめばしからお送りしております。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香と本物の小泉じいちゃんですどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。よかったです。本物で、私は本物ですさあ小泉じいちゃん、はい、もう今日はゴールデンウィークっていうかもう後半戦なので、うん、いよいよね、いよいよ何だろう、帰省ラッシュじゃないですけど、ピークが来ますので。そうだね。そう、藤井さんも先ほどね、ニュースでお伝えしていましたが、10キロ以上の渋滞予測なんですけど、上り線のピークはですね、うん、明日明後日の4日5日がピークです。で下り線はもうね、昨日からピークを迎えているみたいで、うん、今日最も混雑するそうです。今日ね、今日は目処か。そうなんです、目処だそうです、うん、私昨日ですね、前橋から、うん、お家の方に帰る方にね、うん、高速を乗って行ったんですね、はい、帰ってったんですけど、なんともう夕方の時点から、うん、私は上り線で行ったんですけど、はい、ですね、高崎玉村インターから向こうのなんていうんですかね、うん、東京の方に行く方ですね、うんうん、まあもう本当大渋滞でしたよ。大渋滞、本当に低速道路になってたそうそう、小泉ちゃんがこの間言ってた、うん、なかなか止まることはできないよねなんて言ってましたよね。そうだったし、あと昨日は東北道だと久喜インターチェンジ付近はですね、うん、50キロの渋滞だったんです、うん、すげえ、50キロだってわー、これは恐ろしいやねえ。ノロノロ、上信越道とかも横川サービスエリア付近で24キロとか、うん、関越道のね、東松山インターチェンジ付近から39キロなどのね、うん、渋滞がありまして、ね、新幹線の方なんですけど、はい、5、6と混雑のピークを迎える、うん、まあ、もちろん毎年そうですよね、うん、で6日はもうね、指定席がほぼ満席、5日もね、同じような状況にあるということなので、うん、ちょっとね、皆さん帰りはね、考えて来ないとね、まあ、覚悟の上で皆さん行ってると思いますけど、早めに帰るか、うん、もう休み伸ばしちゃうとかね。え、嘘でしょ、12連休ぐらいもうちょっとね、先行って、ね、普通になった頃に、ゴールデンウィークはね、行きと帰りがね、大変なんですよね、毎年ね、その話題だね。ただゴールデンウィークの2日目ぐらいにね、新幹線がちょっと停電とかあって、あ、そうだよね、たくさんの人にね、何時間かね、ありましたから、だから今回はこういうことがないように、帰りはね、皆さん無事にお家に帰れるように ね、祈るばかりですよね、はい、皆さん本当に気をつけて帰ってきてください。気をつけてね。では今日のメールのテーマいきましょう。今日のテーマ、平成最後に食べたもの、令和最初に食べたもの、はい、ではいきましょう。ラジオネームトゥーパンプスさん、パンプスさん、平成最後に食べたものは賞味期限平成31年4月30日のポテトチップスですと。面白い。令和最初に食べたものは発売日令和元年5月1日のポテトチップスですと。お写真をいただいてるんだよね、小泉ちゃん。チップスね、あ、これね、そうそうそう、ポテトチップス、ちょっと令和ってね、パッケージに書いてありますね。あと平成のね、記事とかも書いてあって、これ写真のせいかさ、うん、平成のやつの方が袋がちょっとちっちゃいね。あ、本当だ、ね、本当ですね。あ、メーカー違うのか。あ、メーカー違う、カルビーと湖池屋ですね。あ、メーカー違うからか。でもそっくりだよね、色が違うだけ、うん、そっくり、下の方のね、年号入ってるところのデザインが、うんうん、ねえ、そっくり。新元号になる瞬間はこたつで寝落ちしてしまい、うん、目が覚めたら令和になっていました。寝落ちか、私も寝落ちしちゃったそんな私ですが、あーちゃん、こせんちゃん、これからもよろしくお願いいたしますと。いや、こちらこそ、こちらこそよろしくお願いします。よろしくです。そしてラジオネーム酒太郎さん、酒ちゃん、平成から令和何事なく通り過ぎました、うん、で何を食べたかも記憶ありませんと。ありませんか、移りましたね、こせんかですね。ただとりあえず、うん、昨日はね、むーちゃんの酒場でさとしさんなんかと飲んでいましたと。いいです ね、うんうん、あとね、今日はね、赤城山のね、大沼のボートのお仕事があるよって、もしね、来たら声かけてねって、うん、今日赤城に行くといるんだ、酒ちゃんが、酒ちゃんがね。そしてラジオネームあやりんちゃん、おはようございますと。私が平成最後に食べたものはチーズタッカルビでした。タッカルビ、先日あーちゃんも最後の晩晩さんがチーズタッカルビだったと聞いたので、うん、それなんだか嬉しかったですと。令和最初に食べたものは前日の残りのチーズタッカルビでした。タッカルビで、そうなんです、カルビで終わってタッカルビで始まった。小泉ちゃん知ってます、うん、チーズタッカルビ。名前聞いたことあるけど、うんうん、最近だよね、
本当最近言うようになったの。韓国で人気で、うん、鶏肉、主なものですよ、うん、鶏肉とかさつまいもとか、うん、あと玉ねぎとか人参とかそういうものを鉄板に乗せて、うん、コチュジャンとかコチュジャン、それ辛いもので、うん、あえて、うん、で鉄板に乗せるじゃん、うん、で真ん中にコチュジャンじゃんじゃんコチュジャンだからじゃんじゃんを乗せる。でそれをね両サイドに分けて、うん、真ん中に、うん、あのピザ用のさ溶けるチーズ、溶けるチーズをいっぱい乗せて、うん、蓋閉めて、うん、オープンすると、うん、チーズがとろーってなってて、うん、そこにあの鶏肉とかをこう絡めて食べるわけよ。美味しかった。ああまだ食べたことないね。こさちゃんやってみてください。あね、地球上にいる間にちょっと食べてみたい気がするね。そうね、うん、令和のうちに、はい、はい、ではあやりんちゃんありがとうございました。そしてラジオネームふとちょちょく講師さんはですね、平成最後の夕食は餃子でしたと。餃子ですか。手作りかね。どうでしょう、うん、どういうやつだろう。そして平成最後に食べたものは自分も柿の種でしたと。いたよ。いたいたよ。柿の種、普通のではなく梅しそ味。あ、梅しそ味ってあるね。ちなみに柿の種はピーナッツとの割合を気にせず食べますと言いました。そういう派が、だからじゃないや、ね、気にせず適当にポンポン。私はほらピーナッツ入ってるやつ買わないから、うん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 、うん、もう全然ね、後入れもしないし、うんうん、でも別にピーナッツ買ってきて自分で混ぜるっていうのもねできるよね。いや、なら別に別色一緒に買ってください。そんな面倒くさいことすることないんだ。皆さん笑ってますよね。えあーちゃんは絶対に柿の種、ね、ピーナッツっていう順番じゃないと、うん、ちょっと辛くて、あとお水がないと。あ、水もね。そう、でも美味しいからやみつきになっちゃうんだけど。そしてラジオネームグラサンマスゴジさんからいただいています。あのね、平成から令和に変わる瞬間はね、バーにいたそうです。平成最後に飲んだのは、うん、タリスカーというスコッチのハイボール、うんうん、で令和最初に飲んだのが青というサントリーの限定ウイスキーのロック。まあ、あこじゃれたやつを。グラサンさんは、ね、かっこいいじゃん。グラサンしてた、その時。その時してないんだ。グラサン怪しまれちゃって、怪しまれちゃうから。なんかバーで、うん、ネタだけであってほしいですよ ね。ここに来るだけでいてほしい。リオをなんか変身してきてほしいですよね。楽しみ。マスクしたままウイスキー飲んだりするじゃ面白い、ね。いや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 。こされちゃったりとかするね。コーヒーみたいに。コーヒーみたいに。ね。そういう発想よく出てきますね、小泉ちゃん。頭おかしいんだよね。ラジオネーム富岡のアリオンさん。アリオンさん。あっちゃん、小泉ちゃん、おはから。おはから。平成最後の夕食は奥様とね、一緒に某牛丼店での期間限定の和風鬼皿牛丼っていうのをね、食べたそうです。限定なんだ。令和最初の外食は某うどん店、イーサイト高崎の、特釜揚げうどん。うん、あと天ぷらとかで、ね、食べて観覧に来てくださったそうです。ああ、そうですか。あとはね、和スイーツを食べたりとかね、うん、なんかいろいろね、豆大福とかもね、うん、令和になって解禁したよとかね、いろいろ美味しいもの食べてね、うん、あのお出かけ三昧だそうです。お出かけ三昧、体重も増えの。いいんだよね、これでウィークだからね。いいね。そして、ラジオネームルルちゃん。ルルちゃん。令和最初に食べたものは某ハンバーガーショップのハンバーガーのセットだよと。ポテトが美味しかったと。さあ、どのハンバーガーショップに行ったんですかね。フレッシュネスバーガーかなとかね、いろいろありますからね、うん、ねえ、ラジオネームひーくんさん。ひーくんさん。平成最後は納豆ご飯で、令和最初はバナナを食べましたと。何も特別なことはしてないよとかいただいてます。結構こういう方多いですよ。今気がついた。何？え、朝ごはんの時にさ、はいはい、バナナを必ず食うんだけど、うん、バナナのが先だ。え、じゃあバナナじゃないですか。そう、パンじゃなかった、バナナだった。残念。まずバナナを食いながらトースターにパンを入れるんだよ。もうね、終わり2分なんですよ、皆さん。すいません、余計なことで。2分で思い出したよ。思い出した。ラジオネーム、せいちゃん。せいちゃん。平成最後に食べたのはチャーハンと餃子。令和で最初に食べたのはご飯と納豆だよと。日本人です、うん。王道のセットだね。ラジオネーム、ともとさんはね、今日ね、テレビ東京に前橋市が出ていますと。うん、おお、見なきゃね。あとはラジオネームね、書いてないんですけど、うん、書いてない。第10回 T1 グランプリのコロトン賞が届きましたと。かわいい、見て、バッグコロトンがいっぱい。コロトンいっぱいねえ、うん、10店舗以上エントリーメニューを食べた人が対象でもらえるんだ。うん、
よかったね。あ、10店舗行ってくれたんですね。ありがとうございます。ね、どうも、ご苦労様。はい、というわけで今日皆さん、たくさんお便りありがとうございました。どうもです。そしてですね、来週の6日、5月6日がゴールデンウィーク最終日もおはよう前橋からありますが、はい、メールのテーマはですね、おもちゃで。おもちゃ行きたいと思います。実は、おもちゃの日なんですって。そう、あと前の日が子供の日だったりするので、皆さんね、こう小さい頃に使っていたおもちゃとか、なんかいろいろね、大人になってフィギュアとかもいろいろありますから、再ブームしたおもちゃとかいろいろね、皆さんの中のおもちゃぜひ教えていただけたらなと思います。はい、そして明日はですね、一般参加がありますね、行われますね、午前10時から計6回予定されています。結構な回数、大変だよね。新天皇陛下のね、もうだずっと手振ってなんかね、本当に感謝ですよ ね、 ね。一般参加がね、初めて行われたのは終戦3年後の1948年だそうです。当初はね、両陛下とか皇族の方はね、お出ましはなかったんですって。そう、ただ昭和天皇が参加の人たちに帽子をね、こう振って応えたことから始まったので、昭和天皇から始まったそうですよ、ねえ。お言葉を述べるのも昭和天皇からだったそうで、なので明日はね、新年天皇陛下の即位を祝いして一般参加が行われますので、こちらもね、注目ですよね。はい、はい、というわけで今日は皆さん本当にありがとうございました。今日は憲法記念日ということなのでね、令和も本当に平和なね、令和になるといいですね、小泉ちゃんですね。はい、そして小泉ちゃん、令和もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。皆さんも令和もよろしくお願いします。それでは本日の担当はあーちゃんこと伊崎彩香と本物の小泉じいちゃんでした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら、さようなら、バイバイ。